それがその著者の方が生きる目的が分かりましたとか、ミッションが見えましたとか、どんどんテンションが上がっていくんですよ。こんなに元気になるんだったら全員本出せばいいのにっていうのが、そうすると自分の立ち位置の中で強みが見えてくるので自信になるんですね。これからコンテンツ化の時代じゃないですか。物ではなくてことを買うって言って、さらにコンテンツを買う時代だと思うんですけど、それの訓練のために、本を出すっていうのは、そのためにもすごい自分の言いたいを、ね、知りたいんですよ。そこを帰ってなんかすごい人とばっかり比べちゃって、帰って負け戦をしちゃうっていうのは調べないと出てきちゃう。主婦起業家の方が書いた、例えば、主婦の時間の中で、どうやって子供と時間の、ね、折り合いをつけるかとか、どうやって夫とを説得したかっていう情報が、その主婦の方でしかわからない情報ですよね。松下幸之助さん絶対書けませんよね。だから主婦の方が起業したいと思った時に、主婦の方の先輩で主婦起業として成功された本を読むっていうのは、そこにちゃんとターゲットを考えた時の自分の強みがあるので、短い伝達で分かっていただけていい企画を作ってもらえるかっていうのをずっと研究してるんですね。データっていうかネットっていうのはすごくその麻薬的な効果があるじゃないですか。簡単に方法が入って簡単に答えが分かるみたいになる中で、本っていうのは結構根気強く集中力を持って自分で読み解くっていう、そういう力を養成させてもくれるんだけど、それをだから安易に避けてしまうと、そこの能力が培われないので、やっぱり本がその手元にあって自分を守ってくれるっていう感覚はやっぱりタブレットでは持てない。これをやりたかったからこれをしてたんだとかいうのが路線が明確になるので、ご自身のビジネス自体があるいは活動自体が非常に活性化されるっていうのはあるので、やっぱり両輪なんじゃないかな、私は思いますね。社会に対してちゃんとコミットするってことですよね。自分はこの、コンテンツを皆さんにご提供して社会貢献するっていうある種そのプレゼンテーションだと思うんですけど、それをするって最究極のアウトプットだと思っていて、その本でってしまえばもう先生じゃないですか。読者はもう容赦ないっていうか、その私なんてって先生に言われてしまったら困るわけで、やっぱり本出すって行為の中で非常にその、自信も生まれると思いますし、もう社会とのつながりも生まれるんじゃないかっていうのは思いますね。自分より優れた人はもういっぱいいるわけですから、でも自分ができることはこれで、だってその方の人生の中でやってきたことだから、全然他の人が真似できないことがたくさんあるので、そのことを明確にするっていうことなんだと思うんですよ。もう自分よりすごい人に対して自分はすごいんだぜって虚勢を張るんではなくて、自分のプレゼンテーションをしっかりそのご自身の立ち位置でする。で、自分が自由に生きるためには周りの人も自由でないといけないっていうか、みんな自由に生きてほしいんですよ、私からすると。社会に生きるってことはどっちにしろ、私自由とは言ってますけども、なんかの責任を果たして初めて自由になるわけであって、それがどんどん広がっていく。だから責任の範囲が広くなることが自由の範囲も広くなることかなっていうふうに私は思ってるんですけど、女性の方だとやっぱり今までの社会的な背景があるから、どうしても私なんてとか、やっぱり男性社会ではあるので、不自由を感じてらっしゃる方もいるんですけど、でも、同じ女性の立場で言えば、その制約があるのは面白いじゃんっていうふうに私は思っていて、その制約を打ち破るために女性の方もぜひ本を出すってことが、一つの自由の、入り口なんじゃないかなっていうふうに思って、ちょうどやっぱり本でむしろ自分活躍しちゃって主張しちゃうっていうことが、これからの社会において、逆に言えば社会は女性の活躍を待ってるように思うので、そうやって元気になっていただけたらいいなっていうのは私の、思いです。女性も、本を出すことによってより自由になるという、話をさせていただきましたが、子育てで今なんか悩んでらっしゃる方がいたら、子供は、勝手に育ちますから、愛情を持って、むしろ離れてるぐらいの方がちょうどいいんじゃないでしょうかと。お母さんも、好きなことしましょうというのは最後の助言です。